おはようございます。昼間は休養で稼働できなかったので、今現在6、ちょうど6時ですね。10時53分、6時、6時から稼働ということになりました。もう完全にクエストはダメですね。諦めました。というわけで、副業税の皆さんにぴったり、仕事帰りに行くかはしたら、これぐらいの人言えるので、そういう趣旨で今回の旅行も見ていただければ助かります。でもブーストも何も出てないんでですね、配達員どうかな。ブーストも早く終わらせてブーストちらほらいるんで、まあ、あとは例えば10、あと10だ、あと10残して、もう今日は撤退みたいな人もいるんじゃないですかね。だから、配達も少ないと思うんですよね。仕事回ってくるんじゃないですかね、割と。なると思ってます。勝手に。せっかくだからメニューも起動しておきましょうかね。メニューはアプリが全くなく動かないんですよね。だから表に出してこないとダメです。 Uber はバックグラウンドでもなるんで大丈夫です。はい、見慣れたいつものメニューです。ああ、みんな冬の予想になってますね。いつもの定位置に来てたんですけど、なんかならなそうなんで、東区に行ってみようかな。メニュー送るか。よいしょ。初なり、あ、これデリーズだ。ゴーゴーカレーじゃん。すいません。こんにちは、ウーバーでーす。さてさて、どこかな。うわ、港かよ。真逆じゃない。もうこっちに飛ばされちゃったら、これから東区に行く気力ないな。移動だけに使う時間がもったいないんだよな、この時間帯で。もう当初の予定通り、天神をぐるぐるしましょうか。結局戻ってきちゃった。さあ、どうだ。メニュー取りました。魚民天神丁目。よし、行きましょう。こちらメニューです。
メだな、やらねえな。よいしょ。はい、今高砂あたりにいます。ああ、ならないっすね。マジでならんわ。昨日の夜は何だったんだ。本当、ラッキーだったんだ。まあ、あるよね、ラッキーは。ならない不安に勝てそうにないんだけど、俺。博多駅方面に来てみました。博多駅にもこんなに地蔵がいるなんて、めっちゃいるじゃん。お、やった。久しぶりだね。アイアンマン。こんにちは、ウーバーでーす。あー、やっと見てんね。見ますわ。会話できないけど、パピオンに行ってみるか。配達に来てたなぁ。ダメだ、もう乗らない不安に勝てない。ふるさとに帰ろう。アイガスクラブに来ちゃった。ちょっとコーヒーでも飲んで一緒で行きましょうか。よいしょ。